オープンすれば大人気というチョコクロワッサンのお店が今日札幌にオープンしました。人気の秘密は100日だけというキーワードにあります。ツヤツヤしたチョコレートがコーティングされた出来たての美味しそうなクロワッサン、これ期間限定です。紅葉綺麗ですね。気持ちがいいです。あ、これですね、ありましたよ。100日だけ、なんと言われようが100日で終了しますとあります。行ってみましょう。札幌市豊平区の月寒公園の脇に今日オープンしたチョコクロワッサン専門店。その名の通り、どんなに人気が出ても100日後、つまり来年2月1日には閉店してしまいます。商品はホワイトチョコや抹茶味を含むチョコクロワッサン4種類、ちょっぴりご褒美価格の1つ480円です。おお、口に入れた途端もうチョコでいっぱいになります。で、中のクロワッサンがちょっとこうザクッとしてて、これ相性抜群ですね。この店は札幌のチョコレート専門店が手掛けていて、札幌のほか道内や全国で今14の店舗をフランチャイズ展開しています。いつも人気だというこの店、秘密は限定というパワーワードです。オープンした瞬間からその閉店のカウントダウンが始まってるみたいなお店ってなかなかない、面白いなと思って。インスタで見て、あ、インスタで見て、100日だけっていう、いや、そうなんですよ。そこってどうですか？重要です。早く行かないと、美味しかったらリピートできるじゃないですか。クロワッサンの店は100日で終わりますが、その後はまた同じ場所で新たな商品の100日限定の店に生まれ変わるということです。本当にこれ100日で終わるんですか？はい、完全に閉店です。こんなに美味しいのに終わっちゃいます。絶対です。何があっても何があってもです